中国建築本社中国建築古墳有限講師は中華人民共和国の中央企業の中国建築集団有限講師の子会社である中国の企業国有資産法は国有資本が持ち分の過半数を有資支配を受ける会社を国有資本空港講師としており当社はそれに該当する上海証券取引所に上場する公開会社である組織形態として 持ち株会社制を採用しており、参加の企業は建築物の設計施向、インフラ施設の設計施向、インフラ投資、不動産開発投資、各種建設コンサルティング業務などを手掛ける。世界の建設エンジニアリングの動向について情報を提供する ENR によると、自国と海外の事業を合わせた収益合計を指標とした2017トップ250、 グローバルコントラクターズにおいて中国建築古墳有限講師は第1位であった。また時刻を除いた海外事業からの収益合計を指標とした2017トップ250インターナショナルコントラクターズにおいて第11位であった。2017年年度監査報告書によるとセグメント区分は以下の通り。2017年度監査報告書によると セグメント別の収益及び税引き前利益は以下の通り各セグメントの収益は外部顧客からの収益を記した2013年から2017年の各年度監査報告書によると中国本土と香港マカを含む海外事業で区分された収益は以下の通り2013年から2017年の各年度監査報告書によると中国本土と香港 マカを含む海外事業で区分された非流動資産は以下の通り。2013年から2017年の各年度報告書によると建設分野の事業別の新規受注金額は以下の通り。2015年から2017年の各年度報告書によると建設分野の地理区分別の新規受注金額は以下の通り。 2017年度監査報告書によると、主な一時関係会社は以下の通り。2017年度監査報告書によると、主な中国海外集団有限講師の一時関係会社は以下の通り。ありがとうございます。